第六个绘画。先輩在 J.C. 策划公司上海分公司，大家就龙湖酒业公司的金星项目反复研究。其中，J.C. 策划公司的职员中井得知龙湖酒业公司的佐藤是自己大学的学长。中井一边吃着午饭，一边向同事野田说起这件事儿。 静岡の佐藤さんなんだけどなんと僕の大学の先輩だったんだえ先輩あの佐藤さんがそうバスケットボール部の2年先輩4年生の時はキャプテンだったんだよふーんじゃあ人気があったんでしょうねそれはもう真面目だしみんなから信頼されていたしね王峰走近食堂 王さん、今からお昼今日は遅いんだね打ち合わせが長引いちゃって何の話してたの龍子酒造の佐藤さんのことを話していたんだあの人、僕の大学の先輩なんだよへえ、そうだったのそういえば佐藤さんに李さんのことを聞かれたなどんな人だってそれで、中井さんは何て言ったのうん、明るくて仕事熱心な人だって言ったよ 部下の面倒をよく見るし、優しいし、まさに理想的な上司で。そんなことを聞くということは、佐藤さん、李さんのことが気になるのかしら。うん、そうかもね。一百二十六。基本練習三。听录音、仿照例子、替、換、画線、部分。第一。 りさんは、明るい人。今、なんて言ったのりさんは、明るい人だって言ったんだよ。い、賛成。今、なんて言ったの賛成だって言ったんだよ。二、いいアイディア。今、なんて言ったのいいアイディアだって言ったんだよ。 本当に偶然。今、なんて言ったの本当に偶然だって言ったんだよ。す。右と左が逆。今、なんて言ったの右と左が逆だって言ったんだよ。りあ話佐藤さん、話す。 何の話をしていたの佐藤さんのことを話していたのよ。お、話、私のいとこ、話す。何の話をしてたの私のいとこのことを話していたのよ。りお、説明、日本の医療、説明する。 何のの説明をしてたの「日本の医療のことを説明していたのよ」「ち」「相談」「転職」「相談する」「何の相談をしてたの?」「転職」「のことを相談していたのよ。パ」「議論」「今度のプロジェクト」「議論する」 何の議論をしてたの今度のプロジェクトのことを議論していたのよ。クー箸の文化さまざま手、箸、フォーク、ナイフ、スプーンなど食べるときに何を使うかは食事の内容や習慣によって違う。 日本では洋食はナイフとフォーク、スプーンで食べ、和食は箸を使う。中国や韓国ではスープをスプーンやレンゲを使って食べるが、日本の味噌汁はお椀を持ち上げ直接口をつけて食べる。具を食べるときはもちろん箸を使う。箸といってもその形や材料は、 国や地域によって違う。中国の箸は長くて先端が丸く太さがあまり変わらない。材料は木や竹、プラスチックのほか玉や金属のものもある。韓国の箸は中国より少し短くやや平らな形をしている。ステンレスなど金属製のものが一般的だ。 日本の箸は韓国のものに比べてさらに短く、先の方は細くなっていて尖っている。材質は木や竹が多く、漆が塗られていることもある。日本の家庭では自分専用の箸や茶碗を使う。食事は一人一人お皿や茶碗に分けて出されるのが一般的だが、 大皿から料理を取るときは、鳥箸を使うのが正式なマナーだとされる。食事のときに箸を使うのは、中国、韓国、ベトナム、日本などで、世界の人口の約3割だというが、同じ箸を使う文化も実に様々だ。 136夜综合练习四厅录音在括号里填写适当的片鍵名詞与例日本中国ベトナムなど世界の人口の約30が箸を使う1養<イ>殖はナイフとフォークで食べるものだ<ー>2箸の材料は木 竹、プラスチックが多い。韓国ではステンレスなど金属製のものが一般的だ3<ん>長島さんは野球部のキャプテンだった<す>最近フレックスタイム制度を導入する会社も増えている五

何回電話してもいなかったわけだ。二。明日のミーティングのことだけど。うん、忘れていないよ。三<ン>。佐藤さんにリさんのことを聞かれたな。どんな人だってそれで、なんて言ったのす。そんなことを聞くなんて、リさんのことが気になるのかしら。 そうかもね。